夜見ておきますけれども、罰が多いんですよ、罰が。でね、渡辺さんは私も最初からあまりその気がなかったのと、それから今朝は角野さんからメールがあって、私はちょっと無理そうなんです。でも角野頑張るって言ってましたから。いつさっきです、午前中。よし、じゃあもう一押しすれば戻ってくるかな。戻ってくると思います。もう何も出してないですね。でここに平戸さんが何かどういうわけか出してないとね。おばさんも最初からもう出てきてないと。だいぶパーツがね多くてですね、この先が思いやられるわけですけれども、ぜひ諦めずにです、来てください。それから今日はですね、吉田さんが通院するので、3個目4個目出れませんのでということで連絡がありました。で、ネットの方にですね、授業のビデオを上げておきましたから、欠席した人でもノートの方は書いて出せば、それはそれなりのプラスアルファになりますので、ぜひそうやって、追いかけてきてほしいなって思います。今日は自然主義という、そういう中身をやりたいと思います。で、ここに挙げておいたような大きなテーマとしては、自然主義的とはどういうことなのかっていうことを自分なりにですね、理解してほしいなということですね。それから2番目は生物画と自然描写。生物画っていうのは目に見えてる状態をですね、普通に今描きますよね。それと例えば西洋の生物画と日本の、生物というかな、花とか鳥を描いたものはまた違う。この辺の自然描写っていうものとの違いを見ていきたい。で、それから3番目ですね、時間がどの程度あるか分かりませんけど、日本一の絵画というあたり、それを自然主義との関係の中で見ていきたいなと思います。大きく言うとこの3点についてお話をしようかなと思います。この中身は後からも途中ごとに出しますので、まあ、最初の1のところだけでもですね、ちょっと書いておいてくれればいいのかなと思います。よろしいでしょうか。どうぞ早速いきますよ。どうするか、はい、自然主義的とは、あれこれ違うですね、よいしょ、スポットが違うんだよな、スポットどうな、自然主義的とはどういうことかということ、これはテキストの方にすでに書いてあります。文芸面でいう、いわゆる小説の分野で、文学の分野でいう自然主義っていう一つの大きな流れがあったわけですよね。それとそれから美術の場合の自然主義っていうふうな言われ方をするのとは中身がだいぶ違うわけですよね。その辺のところは理解しておいてほしいなと思います。それからですね、西洋における、ヨーロッパにおける自然主義と、それから、日本における自然主義と呼ばれるものとはやっぱりまたそれが違う、中身が違うだろうと思います。特にですね、文芸の方ではフランスのゾラとかモーパッサンあたりが代表的な人だって言われてますよね。それからそういう影響を受けて、日本人の方では島崎藤村とか田山花袋がですね、自然主義、的な流派の中に含まれるっていうふうに理解されています。それで日本の場合のですね、自然主義っていうのはね、ちょっとやっぱり特殊だと思うんですけども、なんていうか、いわゆる作家個人の日常的な感情というかな、それをね、赤裸々に描くという、はい、赤裸々に描くという、そういうような要素を持っていたりするわけですよね。だからまあ、そういった自然主義とはちょっとまあ違うような気もするんですけれども、そういうようなね、独特な意味を込めていますので、一概には言えないですけど、で、美術の方では自然の事物、まあ、目に見える事物を、ものを忠実に再現しようとする態度である。もともとこれはね、古典ギリシャの時にもありましたけれども、特に19世紀中ぐらいの、バルビゾン派あたりですよね、その辺のところの時代、素朴に自然の状況というものを描くということなのかなと、まあ、
クールでの写実主義もそこに含まれる。つまり自然主義がこの大きな括りの中で、クールでの写実主義がその中に、含まれる集合というか、そういうふうに考えてもいいんだろうと思います。まあ、そういう概要ですね。2枚絵をお見せします。左側はオルガス博の埋葬、1586年という、宗教画の大きな壁画ではないけれども大きな作品ですね。壁にかけられているもの、教会にかけられているものです。右側は女官たち、ラスメニーナス、1656年ですから、ちょっとこちらの方がですね、細い制作年です。で、自然主義的な表現の始まりというのは、もちろんギリシャローマにも自然主義的な表現というものはありましたけれども、通常西洋美術の中において自然主義の始まりというのはこの作品、この作者であるというふうに考えていいだろうということなんですが、このラスメニーナスの作者は誰でしたか。誰だったということですが、まあ、あまりこちらは誰でしょうということも、ね、あまり聞くと嫌がられるので、それよりもですね、この2枚は何が違うのか。右側は自然主義的な表現の始まりっていうふうに言えるわけですけど、左側とは右側は何が違うのかということをちょっと聞きたいと思います。はい、じゃあ伊藤さん、まあ、気軽に考えてみてください。左側と右側は何が違うんだろう。なんか左側は宗教画っぽいな。宗教画です。宗教画です。宗教画です。はい、でなんかこっちはなんか日常だから、なんか意味は多分どっちもにはそれぞれ絵画はあると思うんですけど、なんかそんな深くまでこっちはなんか女の子かわいいねとかそういう感じの意味しかないのかなって。でも まさにその通りなんです。女の子かわいいねっていうことで描いたわけの絵なんですけどね、まあ、これは宮廷画ですので、うん、王様とかお妃様が自分の王女の姿を残しておきたいということで描いたりっていうことですから、現実にあった光景というものをできるだけ忠実に再現しようとするという自然主義的な考え方の中に含まれているという。こちらはそうじゃなくて、お話というか物語なんです。神の物語、神と人間の物語っていうのが宗教画ですから、現実にあるというよりも、まあ、一種理想化されている、あるいは空想化みたいなね、そういう中身、現実にあるわけじゃないけどねってことで、一番上見てください。あれがないな。ですね、宗教画っていうのはこんな風にいっぱい人がいてですね、この中でキリストはどこに書かれている、それからマリアはどこに書かれているよっていうのがパッと誰でも分からなくちゃいけないわけですよね。マリア様はどこにいるんだ、分からないよってね、あれじゃないかこれじゃないかってなって宗教がならないわけですよね。マリアはですね、赤い上着に、青色のマントを羽織っているっていう、そういうルールがありますね。そうして見るとパッと見て左側の上にあれがマリア様だねっていうのが誰にでも分かるという約束があるわけです。でキリストはどれだろうということですが、一番上にですね、ちょっとちっこい手を右側に広げている人がいるわけじゃないですか。人というか、あれはキリストじゃないからね。だからマリアの右側に相対している手をこう差し伸べているのは、実はこれはキリストなんですよ。で、前に言ったことないから、キリストっていうのは神じゃないんです。キリスト教とかね、宗教に唯一神、宇宙に一つだけ神がありますよっていうのが基本的な宗教の唯一神なんですね。でキリスト教もユダヤ教も、仏教の大乗仏教、まあ、大乗じゃない、仏教の場合でもそうなんですけども、みんな一つしか神はないんですよ。でキリストっていうのは神じゃないんです。神の子供というか、実は血が4分の1入ってるんですけどもとされてるんですけど、預言者なんです。神の言葉を人間に伝える役割を持った人というかなんですね。だから神そのものではないわけです。まあ、そういうような役割をですね、場面に書いたものが宗教画であるわけです。ですから一番天井というかな、高いところにあるのは、これは唯一神の絶対神です、神です。
そしてマリアとキリストがいて、そしてあと、まあこれはちょっとよくわかんないですけど、このオルガス伯、オルガスの伯爵が埋葬される姿というかな、状態というものを書いたんですよっていう記録的に書いたんですよ。だからまあ実際にここはあったかもしれない。ね、だから上の方は、これはもう、理想的というか、空想的な画面だということですよね。で、絵画というものは基本的にですね、あの理想的なものを描くと、あの理想化して描くんだと、あるいはこのちょっと象徴的に描くんだと、何かを意味を伝えるために描くんだという、そういうようなものが基本にあるわけですね。ずっとそれが続いてきたんですけれども、まあ、ベラスケスですと、あたりの自然主義的な表現が登場してきたということになるわけです。ちょっと変なものを見せます。これですね、あの未開の民族、あるいは原始アート、原始人の、アート、あるいはその現代でも未開人ってあの、まあ現いわゆる文明から離れて生活、ジャングルの中で生活してたりとかね、砂漠の中で生活してたりっていう、そういう隔絶された世界に住んでる人たちの表現っていうようなもの、原始芸術って言いますけども、それでですね、あの大きく分けると2つのタイプがありますよということなんですよ。で、アルタミナのね、あの壁画っていうのが洞窟壁画ですよね、あるんですけれども、まあ、いろんなタイプがあるんですけど、その中にね、こういうふうにバッファロー、野牛がですね、非常にこうリアルに写実的に描かれている、画面があるわけですね。その一方、こちらはオーストリアのね、オーストラリアのブッシュマンという、あの現在もまだ砂漠の中を走り回っている人たちですけども、その人たちが描いた岩絵というかな、こういうような絵があるんです。こちらの方はもう現代に近い人たちなんですけど、でもね、これを見てください。アルタミラのね、数万年前の人たちが描いたこのリアリティのある表現と、それに対して現代でもね、まだフッシュマンたちはね、ほらガニ股になった鹿、インパラカンパラなんとかっていうやつかな、なんかこれ子供が描いたんじゃないのっていうような絵を描いてるわけですね。これはね、表現目的が違うんですよ。それから上見てください。これ彫刻ですけどもね、米人族っていうのはですね、非常にこう写実的な、ね、リアリティのある、あ上手ねっていうような表現ができる人たちなんですね。それに対してムバサ族はですね、これなんかね、あの怪獣映画に出てくるようなですね、こんな感じの不気味な顔つきをしてたりということなんですね。でこれやはり表現の目的が違うわけなんですよ。これで大きく2つに分けるって言いましたけれども、いいですか。右側が自然主義的な表現、これ納得できますね。今までこれから今日見ていこうという自然主義的な目に見える状態を尊重して、映していくっていうかな、そういう画面の表現を自然主義的な表現と言います。それに対してこういうようなですね、まあ、特に上の方なんですけれども、なんかこう見ただけではね、人間っていうか人らしいんだけども人じゃないな、なんかその中に何か込めてるな、何か別な意味を込めてるかもしれないなっていうのが象徴的っていう、そういう表現になります。で象徴的っていう表現はね、なかなかこの難しいというか分かりにくいところがあるので、次回象徴的な表現というものをやりますけれども、とにかく大きく原始人の時代から人間の表現というものは自然主義的な表現と象徴的な表現というものはもともと2本あったんです。まあ、どっちかが強くなっていったり弱くなっていったりっていう、そういうことを繰り返してきたっていうことを覚えておいてほしいなと思います。技術的な能力がないから、技術が低いからこういう絵になっちゃった、こういう表現になったのではないという、昔からやればできるんだよ、やればできるけどやる必要を感じていなかったから、あえてこちらの方を選んだということなんです。まあ、同じようにですね、前回の前々回かな、ワイエスですね。ワイエスが描いた作品っていうものはすごく客観的で、見た目勝負というか、そしてこういう帽子をかぶってましたよ、こんな奥さんでしたよとかっていう、情報を伝達するというのが自然主義的な表現と言ってよろしいですよね。それに対してゴッホのようなですね、主観的、自分の個人的な思い入れとかね、心、
の、 あの状態というか、そういう情緒を描いた表現、これ表現主義的と言います。表現っていうのは内部、人間の内部から外に向かって、吐き出すというかな、そういう傾向のことを表現主義、表現というわけですね。で、それらの情緒みたいなものがですね、見る人、観客、鑑賞者にとって心をざわつかせるわけですよ。ゴッホそのものがの思いであったり感情であったりという、そういうような気持ちをですね、見る人の心の中にも湧き起こさせる、再現させる、心の中に再現させる、これが内的情動と言います。見る人、鑑賞者の内部に情動、精神的な動き、感情の動きというものを生じさせるということを情動と言いますけれども、そういう要素、それが違うよということは、自然主義的、表現主義的、象徴的っていうかな、大きく3つに分かれたりもするわけですね。さて、これでですね、最初に今日その自然主義的な表現の中で、見てみたいのはですね、世界一の絵画って呼ばれるのがこのベラスケスのラスメニーナス、という作品なんですね。いろんな呼び方、タイトルというものはいろんな呼び方があります。フェリペ4世の家族とも呼ばれてたりしますけれども、これは1656年にプラド美術館、プラド美術館に今収蔵されている、お宝ですけれどもね。宮廷の侍女たちとも呼ばれています。侍女っていうのはね、侍かな、松男、駒使いの女性、いわゆる宮廷の中にいてね、王妃とか王女とか王様とかね、そういう人たちの周りをね、お世話をする人たちのことを侍女って言いますよね。その人たちを含めて描かれた絵なんですけれども、これ結構巨大な絵です。それでですね、上の半分はですね、ほとんど何も描かれてないという、天井が描かれている真っ黒い絵なんですけどね、下の方にはいろいろと人物があります。で、こうやって個人の人物を描くのが肖像画でしたけども、前回やったようにこういうふうに大勢を一度の画面というかな、それを描くのは、集団肖像画ということになりますね。そのタイプということになりますが、何を描いたんでしょうっていうのがですね、なかなか分かりにくいというふうに言われていますけど、ただここでですね、世界一の絵画って書いておきましたけど、前回モナリザは世界一の名画、世界一の絵画ですよね、肖像画ですよねって言いましたね。今日はですね、それらも含めた中でですね、世界一の絵画って言われているのがこれだということなんですよ。そうするとね、何が世界一なのって思うかもしれない。実はこれはですね、20年もっと前かもしれないな、いわゆる通常の美術評論家という人がいますよね。美術に関していろんな記事を書く人ですけれども、研究者でもあったりするわけですけど、その世界中の研究者あるいは美術評論家の100名ぐらいだったかなにアンケートを取ったという企画をしたことがあったんです。どこが主催したかちょっと忘れました。100人ぐらいの、ね、世界中のちょっとこう流し知られているような評論家、批評家というかな、アンケート、世界一の絵画を、あなたが考える世界一の絵画というものを挙げてくださいと言って最多得票を得たのがこの絵だったんですよ。そういう意味でいう世界一の絵画なんですね。今日は最初にですね、なぜこの絵が世界一なのかと言われるのかという、その理由を考えていきたいと思う。まずおそらくこれまでもね、皆さんね、一度はね見たことあると思うんですよ、これはね。で、なんとなくごちゃごちゃしてるな、真ん中かわいい女の子いるよなとかね、なんか変なのがこの辺にいたりして、なんか人のそれぞれの動きというものがなんかバラバラだよねというふうにおそらく思ったと思いますね。で、これ名前まで全部分かったりするわけですよ。もちろんこういう著名な作品ですから、長い間研究されて、いろんな資料に基づいて研究されてきてるわけですから、結構細かいことまで判明してるんですね。で、黄色く書かれてるのが重要な人物です。白く書かれてるのは、そういう役割の人たちなのねとかっていうのが分かればいいです。まずですね、一
番中心にあるのが王女マルガリータですね。そして次女が2人います。次女はですね、アグネス・ティナ・サルミエントという名前がついてますね。でこちらの方はね、イザベル・デ・ベラスコってちゃんと名前まで分かってるわけですね。この2人の王月の次女がいました。そしてここにはですね、小人です。結構昔から日本にもいたとも言われてますけれども、小人みたいな成長が止まっちゃった人のタイプってあるんですね。この人たちをね、わざわざその道化師じゃないんですけれども、ユーモラスなことをさせるというような、楽しませるというような感じの役割を持って周りに置いておくという、そういうようなことが行われていたわけですね。それからこの少年、これ遊び相手、マルガリータの遊び相手として名前がちゃんと分かっているということですね。これ名前分かりますか？これ犬がいると、こういうふうな仕組みがあって、あとですね、ここに絵筆を持っているベラスケス作者本人が描かれていますね。大きなキャンバスがあります。キャンバスの後ろしか見えないんです。それからあと御用係、ちょっとこれの名前ちょっと分かります。旅館長、名前分かりますね。それは騎士、ホセ・ニエト・ベラスケスと。そしてこれ鏡の中です。鏡の中にですね、国王のフェリペ4世と王妃マリアがいると、こういう、仕組みというか成り立ちになっている画面なんですね。でこれはですね、一体何を目的として描かれた絵なんだろうかっていうのが長い議論されていました。なんか分かりそうで分かるのか、多くの場合、あ、これは王女の絵を描いてるのか、この絵には一体何が描かれてるのかなとかね、王様と王妃がですね、2人ここに鏡の中にいるということは、こっち側に王妃たちがいるよねっていうことじゃないですか。そうすると、ベラスケスはそちらを見てるということは、この2人の肖像画をですね、ここに描いてるのかなっていうことが想像つくよね。うん、王妃たちがこっちにいるんだもんねっていう、そういうふうにしてて、位置関係を想像していくわけなんですけどね。それでね、しかし王女がここにいてですね、ということはこの次女が眺めてる、ひょっとしたら王女の絵を描いてるかもしれないわけですね。でこれらの人たちの、この人何してるの、こうやってやるっていうのは、なんか挨拶してんじゃないのということじゃないですか。でこの二人はね、なんか喋ってるよ、くちゃくちゃしてるよ、この和人はね、ギュッと見てるよ、なんかそれぞれの視線がバラバラなんですよ。なんか気づいてる人と気づいてなかったりという、不思議な絵だよねっていうことなんですよね。集団肖像画の人も不思議なんですね。これは場所はですね、宮廷画家のアトリエって言われてますから、ベラスケスは、彼はですね、ベラスケスって特殊な人でして、外交官でもあったんです。外交官ってよその国との接触したりするって、そういう役割を持ってたような人なんですね。だからベラスケスは画家でもありながら、そういう外交官の役割をしてたから非常に忙しいから、作品数が非常に少ないんです。すごく過作というか作品が少ない人なんですけれども、ベラスケスは広いですね、アトリエを与えられていて、宮廷の中にですね、お城の中に与えられていたわけです。そこで描かれたというふうに言われていますね。じゃあどういうふうに、この場面を説明するのかっていうのはね、それぞれのいろんな人がいろんな説を挙げているので、それちょっと見ていきましょう。まず一番考えられるのは、この王女がモデルをしてたんだよね、王女が絵のモデルをしてたんだよ。でね、このなだめてるのは、ちょっともうちょっと待ってね、もうちょっと我慢してねとかね、今書いてくれてるからねとかって言ってなだめてるかもしれない。そういうところに王様と妃がですね、やってきて、どれどれどんなふうに書いてるかなとかって言って覗きに来たんだよという、そういう、解釈をしてるのが、高島秀次さんとかね、あるいは、ね、美術の歴史ででかい本を書いたジャンセンとか、ね、この2人はね、こういう場面じゃないかって言ってます。王女がモデルで、王様と妃が覗きに来たよ、そういう場面じゃないだろうね。いや違うんだよ、これはね、王様と妃がさっき言ったようにモデルをしてたんだよ、ね、そこに王女が偶然遊びに来ちゃったんだよ、そこの部分をですね、描いたんだよ。全然違いますよね。モデル
に書かれているのは王様と王妃様であって、これ画面には出てないけどね、これ。あそこに偶然来た人、偶然来たその場面をね、書いたんです。これはね、関真一とか松井美智子さん。この二人が言ってます。それからね、いや、違うんだよ。なんかね、ベラスケスが全く別の絵をね、この大きな絵を描いてたんだよ。そこにですね、王女が遊びに来ちゃったんだよ。そしてね、王様とお妃様もその時にやってきたんだよと。これみんな偶然集合しちゃったんだよと。そういう場面じゃないだろうというようなこと。3番目の案ということが言えるわけですね。こういうふうにですね、王女がモデルで王と妃が覗いたっていうのが一つの解釈。二つ目は王様と妃がモデルになっているところに王女が遊びに来たよっていう、それから何かの絵を描いてる、それは分かりませんけどね、裏側を見てる。王女が遊びに来た、王様と王妃も遊びにやってきたと、みんな来ちゃったよと、だからこんなに大勢ごちゃごちゃしてるんだよっていうこと。これは3つあるんですね。それでですね、4番目の解釈ってあります。鏡です。これ鏡に映ってる2人の王様と王妃、鏡の2人は、これはベラスケスの画面が映ってるんだよ、したがってこの場に王様と妃はいないという、わかります。そのこと、これ映ってるのはね、こちらに王様と妃様来たんじゃないんだよ、この画面に描かれている王様とお妃様の姿がここに映ってんだよ。ちょっと角度は変ですけどね。映ってる。だから王様とお妃様ここにはいないよ。っていう。まあそれもあり得るかもしれないなっていう。そういうことでね、何かこう、よくわからないけれども、いろんなケースが考えられるよねっていう